い、どうも大谷です。本日はですね、誰もが喜ぶ褒め方というテーマで動画の方をお送りしていこうかなと思います。はい、まあ科学的に正しい褒め方ですね。はい、まあどういった褒め方をすると相手からですね、その好意を獲得することができるのかみたいなところを今回はメインテーマとしてですね、お伝えします。で、まあ、今回の対象者ですね、対象者に関しましては、好かれる人になりたい、好かれる人間になりたい方ですね。で、あとは正しい褒め方を知りたい方ですね。はい、まあ、なんかこうよくね、例えば恋愛とかでこう女性を褒めてるんだけれども、なんかいまいちこう喜ばれてないなみたいなね、感覚値でね、はい、喜ばれてないなみたいな、まあ、そういったことをなんか感じている方はですね、ぜひ最後までご視聴いただければなと思います。はい、で今回お伝えする内容なんですけれども、ちょっと出たんだけどね、営業でももちろん使えます。であとは交友関係とかでも使えますし、あとは恋愛とかでも使っていけますのでね、はい、まあ、ぜひですね、人間関係を良くしたい方は最後まで見ていただければなと思っております。はい、まあ、ではですね、早速本題に入っていこうと思うんですけれども、まあ、正しい褒め方知ってますかということなんですよね。はい、で多分多くの人たちがですね、この質問投げかけた時にですね、知っていますって正々堂々言える人ってなかなかいないと思うんですよね。はい、まあ、ただなんとなくちょっとこう褒めてみてるみたいなですね、まあ、そういった感じだと思うんですよ。はい、まあ、しかしですね、実はこの褒めるっていう行為ってね、実はこれ諸刃の剣だったりするんですよ。はい、まあ、つまりですね、成功すればめちゃめちゃいいんだけど、失敗したらめちゃめちゃ悪くなるみたいなですね、まあ、そういった両面性みたいなのを持ってるんですね。まあ、それがこの褒めるという行為なんですよ。はい、だからですね、まあ、正しい褒め方をするとですね、まあ、それこそ自信になるとかね、褒めてくれてありがとう、自信になったわとかね、であとはもっとこの人と話したいとか、であとは好きってこうですね、ポジティブな評価印象っていうのをこう持ってもらうことができるわけですよね。はい、まあ、しかしですね、これ承認欲求を満たせるわけですよね。そういった褒めることによって正しい褒め方をすればね。はい、まあ、しかしですね、これ間違った褒め方しちゃうとどうなるのかっていうと、嘘くさとかね、あと薄っぺらとか、あとこいつ適当だなみたいな、まあ、そういったネガティブな評価をされることもあるわけですよね。はい、まあ、そういった意味でですね、この褒めるという行為って諸刃の剣だと。はい、だから繰り返しになるんだけれども、正しい褒め方をするとめっちゃね、ポジティブな評価をされて、間違った褒め方をしてしまうとめっちゃネガティブな評価をされてしまうというものなんですね。はい、まあ、なのでですね、今回のテーマとしましては、まあ、正しい褒め方を知ってですね、こう正しく褒めて、そして人生を明るくしていきましょうというお話なんですね。はい、まあ、なので先ほどもお伝えした通り、営業でも使えるしね、交友関係でも使えるし、そして恋愛でも使えるしっていうですね、まあ、そういった多面性のあるもの、うん、多面性のあるスキルになってますので、まあ、ぜひですね、集中してこれ以降も聞いていただければなと思っております。はい、まあ、ではですね、正しい褒め方って一体何なのかってお話だと思うんですけれども、まあ、ここからがね、メインテーマですね。はい、それはですね、内面を褒めるというのがこれ正しい褒め方なんですね。はい、まあ、これだけ聞くとですね、すごくな陳腐化されたような、まあ、そういった内容に思えるかもしれないんですけれども、後ほどね、しっかりとこう具体的に解説していきます。この内面を褒めるという行為をね、はい、どうやって内面を褒めていくのかとか、そもそも内面を褒めるってそもそもどういうことやねんみたいなところは後ほど解説します。はい、では間違った褒め方って一体何なのかってところを先に解説します。まあ、ここ避けながらですね、褒めるだけで全然違ってくるのでね。はい、で間違った褒め方ってのは外見褒めることなんですよ。はい、まあ、よくですね、こんな褒め方する人いません？合コンとかさ、で初めて会った女性とかに対してさ、綺麗だねとか、スタイルいいねとかね、まあ、そういった褒め方する人いるんだけど、実はこれ NG だったりするんですよ。はい、なぜかっていうと薄っぺらって思われるわけですよね。はい、まあ、この人ってそういう外見しか見ない、そういった薄っぺらいような人間なんだってこう思っちゃうわけですよ、相手方はね。だから初対面であればあるほど、あまりですね、その外見をそのストレートに褒めるってことは避けた方がいいわけですね。 NG なわけですね。はい、でちょっとね、余談なんだけれども、実はですね、外見を褒めることって別に一概に悪いというわけでもないんですよね。どういうことかっていうとですね、実はこれ外見を褒めるっていうのはですね、初対面の人に対しては NG、 例えば合コンで初めて知り合った方だったりとか、あとは営業ね、現場とかで初めてお客様と会った時だったりとか、そういった時にはちょっと NG だったりする部分はあるんだけれども、実はですね、長い付き合いの方には非常に効果が高いんですね。はい、まあ、例えば付き合って1年2年のカップルとかね。はい、男性ってね、最初のうちはね、女性に対してこう綺麗だねとか、スタイルいいねとか ね、最近ダイエット頑張ってるねとか、まあ、なんかいろいろ褒めるわけですよ。褒めるんだけれども、時が経ってくるとですね、こうなかなか外見を褒める機会っていうのが減ってくるわけですよね。最初はさ、この喜ばれようと思って外見褒めたくるわけですよ。はい、まあ、しかしですね、これ時間が経つにつれてどんどん外見を褒めるっていう機会なくなってくるわけだよね。はい、だから例えば結婚して長い夫婦だったりとか、あとは老夫婦とかでも全然いいんだけれども、そういった付き合いの長い人
に関しましては実は外見を褒めるっていうのは非常に効果的なんですね。はい、だからこれ見てるのがちょっと女性かは分からないんだけど、いや付き合って3年の彼氏に今日も可愛いねとかって言われたら嬉しくない？そういうことなんですよ。つまり付き合ってな時間が経てば経つほど外見を褒められると嬉しいっていうことなんですね。はい、まあこれちょっと覚えておいてください。余談にはなるんだけれども、だから外見を褒めることっていうのは一概に悪いわけじゃないんだよ、ネガティブな印象を持たれるわけじゃないんだよってことはしっかりと理解しておいていただければなと思います。はい、じゃあここからはですね、じゃあどうやって内面を褒めていくのかみたいな、そういった具体的なテクニックについてお伝えしていこうかなと思います。はい、でこれね、結論から言うと、なぜの質問をぶつける、なぜの質問をするっていうのが非常に効果的だったりするんですね。はい、まあ、特にですね、相手の行動ですね、相手の行動に対してなぜの質問をする、なぜその行動を取るようになったのかという質問を投げかけるわけですね。するとですね、思考を引っ張ってこれるわけですね。その行動をするようになった考え、思考っていうのを引っ張ってくることができるようになるわけですよ。で、引っ張ってきた後にそれを褒めると、そうすることによってこれ内面を褒めることができるようになるわけですよね。具体例見ていきましょう。例えばですね、あなたと僕がコミュニケーション取ってるとしますよね。で、あなたが毎日読書してるとしましょうか。うん、すると大谷ね、僕がなんで読書するようになったのっていうふうに質問を投げかけるわけですよ。これがなぜの質問です。なんで読書するようになったのと。すると15分間読書するだけでメンタルが安定するって YouTube で見たからみたいな、まあ、特にですね、これメンタリスト DAIGO さんとかがよく言いそうなお話ですよね。論文とか取り出してね、よく言いそうなものなんだけど、まあ、メンタリスト DAIGO さんとか見て、ちょっとね、15分読書するだけでメンタルが安定するって聞いたから、ちょっと読書するようになったんだよねみたいなことをあなたが言ったと。うん、でそこでですよ、これすごい勉強熱心なんだねと、うん、しかもそれをしっかりと実践できてるところがすごいなみたいな感じでこう褒めるわけですよ。でするとですね、あなたは嬉しいってなるわけですね。わかります？内面をちゃんと褒めてますよね。なぜの質問をぶつけることによって、まずその思考を引っ張ってくると、でその引っ張ってきた思考を褒めると、これが内面を褒めるということになるわけですね。はい、でするとこれどうですか、なんか浅はかな褒め方になってないですよね。ちゃんとこの人見てくれてるな、分かってくれてるなっていう風な評価に変わると思うんですよ。はい、こういった褒め方っていうのが非常に効果的というか、人に好かれるための褒め方なわけですね。はい、でポイントをですね、最後にお伝えしようと思います。でポイント実は2つありまして、1つ目ってのが褒め切るということですね。はい、で2つ目ってのがコントラスト、まあ、コントラストの原理とか、まあ、いろんな言い方するんだけど、コントラストを使うというものですね。でこの2つのポイントをしっかり押さえて内面を褒めれば、基本的にはもうね、バッチリ、褒め方としてはバッチリで、もう他の本とか読む必要は全くないです。もうこれだけしっかりと押さえておいてくださいという2つですね。はい、まあ、1つ1つ解説していきましょう。1つ目が褒め切るということですね。はい、こんなことありません？褒めたらですね、謙遜されると、やたら謙遜されるみたいな、まあ、これね、人間がするしてしまう反射的な行為なんで、まあ、心理的リアクタンスとかっていうんだけど、反射的な行為なんで仕方ないんですよ。はい、例えば僕があなたを褒めますよね。はい、勉強熱心ですねって褒めたとすると、それといやいやそんなことないですよって、これ反射的に出ちゃうんですよ。はい、なのでこれ絶対ぶつかるんですよね。褒めると必ずぶつかる壁なわけですよ。だからもうあらかじめこれ攻略しとく必要があるわけですよね。はい、でここでポイントなのが、謙遜に負けるなということなんですね。謙遜されてね、終わっちゃう人いるんですよ。はい、褒めて謙遜されました、うーんそうかなみたいな感じで終わっちゃう人がいるんだけれども、実は相手方って褒められた側っていうのはですね、もっと褒めてよって思ってるわけですよ。反射的に、あくまでも反射的に、うん、そんなことないよって言ってるだけで、もっともっと褒めて褒めて褒めてって本当は心の中で思ってるわけですよね。だから謙遜に負けちゃいかんということですね。はい、謙遜されても必ず褒め切る、褒めちぎるってことが非常にポイントになってくるわけです。具体例見ていきましょう。先ほどの例をちょっとですね、改良したものをお伝えします。はい、毎日勉強してるとしますよね。あなたが読書してるとしますよね。そこでなんで読書するようになったの、なぜの質問ですね。はい、そこからさっきの15分ね、メンタルが安定するって聞いたからみたいなことを言ったとしますよね。うん、たらもうどれぐらいやってるのって質問するわけですよ。するとあなたがもう1年は続けてるかなっていうわけです。まあ1年ね、読書続けてるって結構すごいですよね。365日ね。はい、そしたらすごい勉強熱心なんだね、褒めますよここから。はい、でしかもそれをしっかりと実践できてるとこがすごいよねって、1年間365日ちゃんと実践できてるのがすごいよねっていうわけですよ。そこであなた、いやいやそんなことないですよっていうわけですよ。謙遜ね、謙遜したわけですよ。そこでですね、こういうわけですよ。僕なんてね、ブログ始めた時3日も持たなかったよと。で YouTube ね、今やってるんだけど、 YouTube なんかもね、1日2日撮って、で5日目とかもうめちゃめちゃ放置したからねみたいな。なんかそう考えると、読書ね、1年間もう毎日365日継続できてるのってほんとすごいと思うんだよね
みたいな感じでちゃんと褒め切るわけですよ。わかります？降参しないこと。ここで多くの人は、そうなのかなとか言って終わっちゃうわけですよ。そうすると、もっと褒めて、もっと褒めてってなっちゃうわけですよね。はい、だからしっかりと褒め切ることっていうのが重要なわけですね。するとあなたは嬉しいってなるわけね。うん。ということなので、必ずですね、謙遜されたら、謙遜ね、2発目3発目の謙遜も出ると思うんだけれども、その時もちゃんと褒め切る、ということを意識していただければなと思います。でちなみにこれ心理学の研究でも分かっていて、レオナード・ビッグマンさんかって方の研究なんですけれども、人間はですね、お世辞でも褒め切られると好意を抱くってことが分かってるんですね。はい、勘違いするんですよ。あ、もしかしたらそうなのかもしんないみたいな風に勘違いして、嬉しいって感じることがありますので、ぜひですね、レオナード・ビッグマンさんの研究においてもそういう風に言うことが分かってますのでね、ぜひ最後まで褒めちぎることを意識していただければなと思います。2つ目いこう。2つ目がコントラストと言われるものですね。またの名をコントラストの原理と言われるものです。はい、さらにですね、その褒める言葉にこう真実味っていうのを真実味っていうのを持たせたいですよね。はい、じゃあ、褒め言葉にですね、さらにこう真実味を持たせるためには一体何をしていけばいいのかみたいなお話がここからの話ですね。これめっちゃ使えるので、ぜひ使ってみてください。それは自分と比較することなんですね。はい、例えばあなたを褒めましたって言って、いやいやそんなことないですよとかで、例えば謙遜が出たとしますよね。その時に自分と比較する。俺はこうだからとか、俺はこうだからとかで、あとは科学的根拠とかでもいいですよ。はい、この科学的根拠とか出しちゃうとちょっとね、恋愛とかでだとこいつなんか固い人間なのかなとかって思われたりするので、惹かれる可能性とかもあるんだけれども、事実みたいなところみたいなのをこう比較してですね、対象としてこう出していくとすごくですね、喜ばれるわけですよね。はい、これコントラストの原理っていうわけですね。コントラストの原理って何かっていうと、比べる対象を提示すると真実味が増すというものですね。はい、人間って基本的にね、こう何かを評価するときに相対的にこう評価をするわけですよ。そう、例えば100万円の時計がありましたと。で、この100万円の時計を高いって僕が評価したとしますよね。するとこれって3万円とか5万円の時計と比較してるわけですよ。わかります？何かを評価するときって基本的には何かと比べてるわけですよね。はい、そういう意味においてですね、褒めたら必ずその比べる対象を提示すると。で、その比べる対象が何なのかっていうと、自分だったりとか科学的根拠だったりとかってするわけだよね。はい、というお話でございます。はい、じゃあ具体例見ていきましょう。これもで、実はこれさっきと同じ具体例なんですよ。見ていきましょうね。じゃあ毎日読書してると、なんで読書するようになったのと。そうしたら、15分でメンタル安定するってなんか YouTube で言ってたからと、あなたが言うわけだよ。はい、したら僕が、どれぐらいやってるのと。したらあなたが1年ぐらいやってると。したらすごい勉強熱心なんだねと。しかもそれをしっかりと実践できてることがすごいよねと。で、僕なんてここです、これです。これさっき見ましたよね。これがコントラストの原理なんですよ、実は。はい。だから自分と比較してるわけですよね。僕なんてブログを始めた時、3日も持たなかったよとか、YouTube 始めた時も、なんか5日間で終わっちゃったよみたいな。で、途中で投げ出しちゃって、1ヶ月間こうぽっかり空いちゃったこともあるよみたいな。こういった形ですね。はい。で、一応ポイントとして押さえておいてもらいたいのが、これ自分と比較することがポイントで、他者と比較しないことね、第三者と比較しちゃうと、これね、悪口につながっちゃうわけですよ。はい、例えば見てみよう。そう、俺の友達に A ってやつがいるんだけど、そいつは、ブログを始めて3日も持たなかったよって言っちゃうと、これどうなるのかっていうと、他者の悪口を言っちゃうことになるんですよね。はい、で実はですね、動画とかもチェックしていただければなと思うんだけど、この他者の悪口を言うって実は好感度を下げるきっかけになっちゃうんですよね。これ自発的特徴変換って言うんだけど、僕が他者の悪口を言うことによって雰囲気が悪くなるよね。で、その雰囲気をですね、その悪い雰囲気っていうのを見えたもの、僕ですよね、この場合は、見えたものに投影するっていう心理が働いちゃうんですね。なので、僕って言ってくださいね。自分と比較することね。他者と比較しないこと。他者と比較しちゃうと、これ悪口になっちゃうから。そう、だから自分と比較するってことを意識していただければなと思います。するとあなた、嬉しいってなるわけですよ。はい。こういった褒め方っていうのが非常に、効果的なわけですよね。喜ばれる、こう、褒め方なわけですよね。はい。以上ですね、褒め切る。ということとコントラスト、この2つについて今回はお伝えしていきました。ポイントとしてね。はい。だ、内面を褒めるんですよ。内面を褒める上で重要なのがこの2つってことね。はい。なので今回のテーマをまとめましょう。まず褒めるのは諸刃の剣だということですね。はい。諸刃の剣ってどういうことかっていうと、実はこう外見を褒めるっていうのは、すごくですね、ネガティブな評価になると薄っぺらって思われちゃうわけですよね。はい。だからどういう褒め方すればいいのかっていうと、内面を褒めてあげるってことが非常にポイントなわけですね。はい。で、内面を褒めるってどうやってするのと、それはなぜの質問ぶつけると、相手の行動に対してなぜの質問ぶつけていくことによって、その人の思考っていうのを引っ張ってくることができるわけですよね。はい。じゃあその、内面を褒める上でのポイントってじゃあいくつあるんですかっていうと2つありました。
それが褒めきるということ、うん、謙遜されても褒めきれと。で、2つ目というのはコントラスト、自分だったりとか科学的根拠とこう比較して相手を褒めるということが非常にポイントだというお話でした。はい、でもしもですね、この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録の方をぜひともよろしくお願いいたします。はい、ぜひですね、素晴らしい褒め方、正しい褒め方をしていただいて、周りから好かれる人間になっていただければなと思っております。ではまたお会いしよう。はい、どうも、大谷です。現在僕は2つのオンラインサロンを運営しております。1つ目が科学の営業塾、2つ目ってのが科学のビジネスサロン。これら2つのサロンはですね、月額1620円の低価格の結果にコミットしたオンラインサロンになっております。さらにはですね、今だけしかもらえない限定の特典なども用意しております。興味がある方はぜひ YouTube の概要欄の方をチェックしていただければなと思います。ではまたお会いしよう。